はい、こんにちは。こんにちは。月です。楽しんです。今日もご視聴くださいまして本当にありがとうございます。今日も皆さんからいただいたご質問、はい、動画にしていきたいと思います。はい、今日はですね、草刈りのチップ層についてご質問来てます。はい、秀坊さんからいただきました。はい、ありがとうございます。竹、笹用、チップ層などいろいろ売られていますが、普段使われている草刈り用と違いはあるんでしょうかというふうにいただいております。あるんですか？どうですかね。これはですね、多分楽しみさんに聞いたらダメですよ。聞いたね。でもね、あんまりね、ないもんね。正直。うん、正直。何かに特化してますって言われた時に、その特化してるもの対象に対してはすごくいい効果はあるのかもしれないけど、じゃあ草刈りを、その葉で草刈りをしましょうってなった時に違いがあるかっつったらないよっていうところだよね、うん、きっと。まあ今まで使った中でさ、分かるの？まあ、正直こういろいろ飼ってるけど、こうやってね、レッドシャークとか飼ってるけど、俺は正直あんま多分差はないのかなっていう、私は思うんですよ。はい、草刈りに対してはね、草刈りに対してはね、そう、うん、その竹切り用に特化したものを草刈りに使う、うん、雑木に特化したものを草刈りに使うって言った時のその草刈りに関しては差は感じられないですよと。だけど一番感じると思ったのがこれでしょ。もう間違いなくこれらしいですよ。笹刈りは、笹刈りはね、うん、これですね。サビッサビですけど、ね、サビッサビですけど、もうずっと使ってないからね。竹とかはやっぱ太いから、うん、普通の葉じゃねえ、噛んでしたらやっぱ止まるっちゃわ、うんうん、キュッてなっちゃうね。そうそう、なんかね、噛んでね。で今使ってるホワイトシャークも確か佐々木とかああいう竹切り用やったけど、うんうん、あれでも止まるとよ、うんうんうん、だから多分何使っても一緒なんじゃないかなっていうのがあるんだけど、うんうん、この笹刈り場のあさり場自分でするんだけど、うん、それだったら全然切れる。やっぱ切れ味に違いを感じるっていうのに関してはもう笹刈り場が最強と、うん、草刈りしてても違うの？竹とか関係ない、まあ、飛ぶからさ、これとかも笹刈り場なんだけど、うんうん、自分で研げるから、うん、やるときにさ、自分で今から切りますってなったときにピッピッピッって研げるから、まあ、もう新品同様で使えるから、うん、切れるじゃん。だから何回も研げるから、うん、あのね、多分その私初心者、動画の編集をしてるから楽しんさんの情報で入ってきてるから分かるんだけど、あのね、チップ層と笹刈り場って違うっていうの自体が知らない、ああ、人は知らないと思う、うん、だからチップ層っていうのはこの葉の先っちょにちっちゃいチップがついてるんですよ。このチップのついた葉っていうのが、まあ、一般的に言われる草刈りとかに使われる草刈り場なんですけど、笹刈り場、その楽しんさんがいつも言う笹刈り場っていうのはこの葉の先にチップがついてないんですよね、うん、だからただの刃物、なんて言ったらいい、うんうん、板よね、言うたら、うん、鉄の板、鉄の板をその、まあ、言うたら刃物の形に切っといてあるっていうか、うんうんうん、でそれをあさり場っつって葉がもう平面に並んでるんじゃなくてこんな感じするよね、のこぎりみたいな感じね、のこぎりの刃、そう、互い違いに一個一個の刃の向きを、向きっていうか、うんうん、なんか、うん、角度をつけるよね。この刃はちょっと上向き、この刃は下、上、下、ね、上、下、上、下って交互に自分でこう角度をつけていくのがあさり割りっていうやり方らしいんですけど、それをするとすんげえ切れるよね。その、まあ、言うたらのこぎりとか、ノコギリを回転させて切ってるみたいな感じになるから切れるけど、このチップ層っていうのはこのチップが切れる役割を果たしてるから、そのチップが草刈りで、まあ言った石に当たったり木に当たったり障害物に当たって飛んじゃうんですね。
焼き付けてあるのか知らんけど、まあ、ひっついてる、その板にひっついてるそのちっちゃい、さっき見せたちっちゃいチップが飛んでしまうと切れないんだよね。それはまあ研ぐとかっていうやり方がある人もいらっしゃるんですけど、もうそのやってないからね、それはね。チップが飛んじゃったらもう買い替え、まあ言ったらいっぱい飛んでしまってもう切れなくなったらもう買い替えっていう形になるんですけど、笹刈り刃に関しては自分で研げるんですよね。そうだから何も喋ってないそう一言で笹刈り刃に関してはその都度研いで、その都度角度をつけて、うんうんうん、で調整さえすればいつでも新品の働きをしてくれると、だから切れる。そう。そう。そうね。そうなんです。言うことはないですよ、私は。はい、らしいです。だからもうこれは初心者の私がその楽しみさんの動画を見てて学んだ情報だけでお話ししてるので、もう足りないこととか もちろんたくさんあると思うんですけど、もう大まかに言うとチップ層と笹刈り刃、刈り刃っていう呼ばれてるような刃との大きな違いっていうのは、その先っちょのチップがついてるのかついてないのか、自分で研げるのか、まあ、こっちも研げるには研げるけど、研げるのか研げないのか。それこそカボスさんがこの前紹介したね、その研ぐ機械のやつを、あ、チップのやつを、ウィンカシャカシャってしたら、うん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 、チップが研げるって言ったわ。1万ぐらいするやつ、うんうんうん、この前カボスさんがやってた。安いチップ層とかだったらもう消耗品で買い替え買い替えでいいと思うんだけど、もうこういう例えば専用のいい刃をチップ層を買いましたってなった時は、そういう研ぐ機械があってで使うっていうのはすごくいいと思います。だからまあ竹とかもう本当に切りたいんだったらもうこの笹刈り刃をアサリ刃に自分でして切った方が、ね、うん、あの普通のこういうホワイトシャークとかよりも切れる、うん、これも絶対間違いないと思う、うん、自分でこれやったから使い、うん、使ってみての違いが分かるのは確実にさっさがり刃のアサリ割りの刃が一番、うん、竹とか切るんだったらね、うんうん、が一番俺は良かった、うんうん、自分でやってた。だからこのアサリ割りをやっぱハンマーでプンプンってこう曲げていくから、うん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 、そこはちょっと面倒くさい面倒くさいけど、うんうん、でもその一手間では全然違うわけやろ。あとやっぱどんどん刃がね、竹とかはやっぱ硬いから、うん、どんどん削れていくっちゃわ、削れがすごいね。刃、うん、自体の刃先の消耗が早いってことよね。激しいね、うん、すごい激しい。本当もう明らかにもう減ったなって分かるぐらい減る、うん、でもそれもさ、こうポケットにあれ入れちゃけばシュッシュって、うん、トイレにしてすぐにやっぱりだからその新品の切れ味じゃないけど、うん、アサリ割りがまた曲げないから、ね、あ、まあまあね、そこ、うん、そこはそうやね。あとはもうこの辺とかもやっぱ新品やからどれも多分もう一緒やって最初は絶対切れるんですよね、うん、1枚目で一発目で切るってなったら大体どれでも間違いなく切れる。もう切れないですねっていうのはない、うん、ね、まあ大概今までやっててもね、うん、まあ、このブルーシャークはほら、あの小石を弾きますとかは、だからそれはこういうのに強いのかもね。そうだから、そういうところに特化した刃ではあると思うので、うん、そういう場所でちょっと今後やってみて、接地狩りとかもあるしね、違いを感じるかもしれないけど、買ってる時にはそんなに感じないってことよね、うんうん、違いはね、物に関してね。で一番いいなと思うのはやっぱり、まあ、今まで使った中ね、うん、今まで楽しみさんの中ではですよ、うん、楽しみさんの作業環境の中では笹刈り刃が一番まあベストかなと、うん、まあ、楽しみさんね、平面で、うん、短いかね、そんなに長い草とかでもない状況、うん、環境下で切ってるので、まあ、なんかそれがまたね雑木林の中だとかちょっと竹のね高い背高泡立ち層硬めの草をよく切るとかってなると、うん、こっちの葉が良かったあれが良かったよとかこっちは向かないなっていうのがあると思います。だからそれぞれの環境、作業環境ね、うん、私の動画はまあ短く短いのが基本で、草丈が短く平地っていうか、うん、まあ斜面もあるけど、うん、そこまでない斜面じゃ、でこぼこでもないで、うん、なだらかな平地、うんうん、斜面でもなだらかな斜面っていうのが基本多いのは、カボスさんの方はその長めの草
そうやね、背の高くても放置されたような、うんうん、あと斜面も急で、デコボコショっていうところで飼ってるので、うんうん、自分のどっちのスタイルが合うか、自分の環境とどっちが似てるかっていうことよね、うんうんうん、そういうので、まあ、私の方の意見とカボスさんの意見を見てもらった方がいいかも、ね、見比べると分かる。だからいろんな人の動画とか見てみると、どういう環境下で飼ってるのかなって、で自分にはどっちが近いかなっていうので、こうチップ層だったり、うん、まあ、狩り場だったりっていうのを選んでもらえると参考になるんじゃないかなと思います。だからうちのだけ見ちょってね、うん、そうそうそう、自分のとこでやってみたら、まあ、ね、これ全然違うなっていうところも絶対出てくると思うので、ぜひコメント欄にですね、あの皆さんの環境、どんな環境で飼ってます、こういうチップ層、ささがり場使ってますよ、狩り場使ってますよっていうのをこう、ね、お寄せいただくと、また他の方がね見た時に参考になるんじゃないかなと思いますので、ぜひぜひコメントいただけますと嬉しいです。今日はひでぼうさんからいただきましたコメント、何か違いあるんでしょうかということでしたが、なかなかねちょっと言葉では表しづらかったですが、またいろんな方の情報をお待ちしております。また何か聞きたいことあったらね、うんうん、どんどん聞いていただければ、はい、私も素人目線でこう質問どんどんしていきますので、月ちゃんは今度からですね、あの商品のことを言ってくれる、はい、頑張りますので、中古って、はい、以上、また、はい、もしよろしければ高評価、あとコメントいただけますと励みになります。ではまた明日の動画でお会いしましょう。バイバイ。